けましておめでとうございます。昨年も1年間神様に守られて、そしてこうして元気に新しい年を迎えることができました。そして本日はこの1月1日が日曜日になったわけですけども、1年の、まず一番初めの日に神様を礼拝することができることを覚えまして、心から感謝を申したいと思います。日本ではですね、お正月になりますと、この有名なお寺とかこの神社は初詣の人でいっぱいになります。私も行ったことあるんですけども、もうそれはもう芋の子を洗うっていう表現がふさわしいような、もう右手を上げたら下ろせないっていうか、それくらいのものすごい人でいっぱいですね、あそこは。それで日本っていうのは無宗教の人が多いっていうふうによく言われるんですけども、日頃私には宗教心がないと言っている人がとても多いのにですね、このお正月だけは有名なこの神社仏閣でしょうか、そういうところに行くっていう方は多いのではないかと思います。この1年の始まり、そのきっかけって言いますか、その始まりに、今から始まる1年間の幸せを願う、家族の健康でしょうかね、それからお商売している人だったらお商売の繁盛のこととか、まあ、子供がいて学生だったら合格とかですね、上の学校に向けての合格とか、もしくは家族で病気の方がいるんだったらそれが良くなるようにとか、そういう自分たち の幸せっていうものを願うのは、これは人間として当たり前じゃないかなというふうに私は思います。そしてそのような今言ったようなですね、一つ一つ具体的に言った幸せ幸福っていうものは、この自分の力だけでは達成できないものなんだっていうことを、何かこの自分の人生の中には目に見えない力っていうものがあって、それをその神と言ったり運命とか運とか、いろんな言い方ができるかも分かりませんけども、そのようなこの自分の力を超えたさらに大きな存在、大きな力っていうものがこの世にはあって、それが自分たちの人生に大きな影響を及ぼしているのだと密かに誰もが思っているのでですね、で表向きは宗教心は私はありませんと言いながらですね、そういう密かにこうどっかに思っているので、そういう人たちはお正月とかそれから何かの折々に宗教的な場所を訪れるのではないか、訪れたいと思うのではないかというふうに思うわけです。で今日本でパワースポットっていうのが若い人の間で流行っていますけども、そういうこともこのような考え方が影響しているのではないかと思います。若い人にとってはですね、このもうすぐセンター試験もありますけども、この試験にどこかの中学高校大学、また就職もありますけども、この試験に合格をすることっていうのはとても大事ですね。人生がそれで方向がちょっとこう変わっていきます。それからまた縁結びのこのパワースポットも、ものすごい人ですけども、良い結婚相手に素敵な人に巡り合うっていうことも人生の中でとっても大事なことですね。それでそういう密かにこう思っている人はですね、そういう宗教的な場所に行って何かその形をもらうわけですね。お札とかお守りをもらって、それにこの自分の願いを託します。それも一つの祈りの形かもしれません。それから高齢になりますとですね、もう今度はもう体、この間も同窓会があったんですけども、もう
病気の話と健康の話とそれから検査の話ばっかりしてましたね。高齢になりますともう健康がもう一番です。ですから元気で長生きできるように、それがもう唯一の願いです。そしてぽっくり死ねるように、それがお願いの祈りの重要なことになっていきます。この若い人もそして高齢の人も、そしてまたこの家族がある人も、もう一人きりで住んでいる人も、環境や状況が変わったら、この願いって、そもそも持っている願いっていうものの具体的な内容は異なっていくと思いますけども、しかしそれぞれの人が、今年も健康が守られて元気でやりがいのある人生を送れるように願っているのではないかと思います。そしてその願いを自分の力で勝ち取るっていうのも一つ、それも大事かも分かりませんけども、その願いを自分の力を超えた存在である神に託す、なんかそれが日本のお正月の風景ではないかなというふうにも思います。それでですね、私はクリスチャンとして生きる決心をいたしましたので、全ての願い事をこのキリスト教の神様にします。つまりその言い方をこう反対側から見てしますと、全ての願い事をキリスト教の神様だけにすると決めること、それがクリスチャンになるということになります。クリスチャンというのは何かって言ったら、全ての願い事はキリスト教の神様だけにするって決めること、そういうことなんですね。で、私はクリスチャンとして生きる決心を16歳の時にいたしましたので、それから後は全ての願い事、高校1年生でしたから、大学に入った時とか、だから就職の時とか結婚の時とかね、子供が生まれる時とか病気になった時の全ての、それから人生でもうたくさんの願い事がありましたけども、それを全部キリスト教の神様だけにしてきました。で、世界の中には多くの宗教があって、それから特に京都はですね、有名な神社とかお寺がたくさんありまして、それから世界遺産になっているところもありますので、私はそういう場所がまた好きなんですね。そういう宗教的な雰囲気でありつつ、またこの自然にあふれている、自然にあふれているんだけども手が加えられていて、手が加えられているのに自然感がいっぱいという、この日本庭園のこの奥の深さっていうのが大好きなんですけども、それでよく見に行くんですけども、お寺 の中とかをね行くんですけども、この静かで広い境内の中、この枯山水とかそういうのを見ていると、じっとそこで佇んでいると心が静まるような気がいたします。それからまたご本尊になっているような立派な像とか彫刻などがありますけども、そういうのを見るとですね、すごいなっていうふうに、これに人が作ったんだ、すごいなっていうふうに思うわけですね。クリスチャンというのはその他の宗教、他の宗教の場所に行ってはいけないということはこれ全然ありません。どこに行っても構いません。クリスチャンだからって言ってどっかに行ったらいけないってことは全然ないんですね。しかし私はそこで祀られている像に向かってですね、お願い事はしないわけです。で、皆さんはその場所にお参りに来ておられる方もおられますから、心を込めてその本尊に祈っておられる方もおられますから、そういう人たちの信仰を尊重して私もそれにふさわしい態度を取るようにはしていますけれども、しかし私はそこに祀られている昔死んだ人とか、昔偉かった人とか、それから仏像とか、その神って言われるものに私はお願いはしないわけです。それがクリスチャンであるというふうに思っているからです。ですからこの年の初め、今日もいつもと同じように教会に来て、日曜日には教会に来て聖書を読んで、聖書に書かれている神に祈りを捧げて、そして私が信じる神にこの年の幸せを祈りたいと思っているわけです。
さてですね、2000年前のユダヤの国では毎週安息日、安息日っていうのは今でいう、土曜日のことなんですけども、毎週安息日に街道で集会が持たれていました。でそこでは聖書が読まれて、そしてまた教師、聖書の聖書っていうのは今の言い方ですけども、当時はもう立法っていうふうに言ってました。その立法の教師がその聖書の、お話をしていました。ある安息日、イエスが街道に、その街道に入りました。その日の聖書としてイザヤ書の巻物が渡されたので、イエスはそれを開けて、巻物っていうのはこう紐なのを硬いものにこうぐる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 っと巻いてあって、そしてこう置いてあるわけですね。端からぐるっといった端からしか読めませんから、両脇からこう巻いてあるようなものがこう後ろにこういっぱい並べてあるわけです。各書物、そうですね、創世記、出エジプト記で一つ一つの巻物になってこう並べてあるわけで、その中でイザヤ書の巻物っていうものが渡されたので、それをイエスは開けて、ちょうどそこが61章だったんでしょうかね、61章の一節のところを読み、そしてこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められました。でこの聖書箇所はルカによる福音書の中ではイエスの宣教の始まりを表す箇所となっています。そしてそこで引用されたイザヤ書、このところがルカのメッセージにおいて重要な役目を果たしています。というふうに今言いましたけれども、私今言いましたけれども、イエスの宣教の始まりといえばですね、皆様あれじゃないかなと思われるんじゃないかと思います。でマタイの方ではイエスの宣教の始まりの言葉といえばですね、悔い改めよ、天の国は近づいた、これがイエスの宣教の始まりの言葉です。マルコでは時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、これはマタイは4章の17節、マルコは1章の15節にありますけども、このようにマタイとマルコではイエスの宣教の始まりの言葉っていうのはとてもよく似ています。神の国が近づいたんだ、天の国っていうのは神の国の言い方の違うだけの話ですので、神の国は近づいたんだっていう言葉がマルコとマタイのイエスが一番初めにした宣教の言葉なんですね。しかしこの言葉はルカには出てきません。つまりイエスの宣教という、イエスがどういうふうにして宣教を始めたのかという一つのことについてですね、マタイとマルコ、そしてルカでは全く違うということがわかるわけです。でこれは宣教の始め、イエスの宣教の始めのことだけにとどまらず、このイエスの語る思想っていうものも大きく異なってきます。この神の国に関してですけれども、マルコとマタイではイエスは言うんですね、神の国は、神の国っていうものが近づいた、近くに来たんだ、そういうふうに言うんですね、イエスは。しかしこのルカではですね、神の国は近づいたり、このやってきたりするものではないんだ、あなた方の間にあるのだというふうに言います。この神の国はあなた方の間にあるっていう聖書箇所、これはルカの17章の21節ですけども、これは昨年度に引き続きまして本年も社協キリスト教会の主題聖句として役員会で選ばれました。でこのルカのこの言い方ですね、神の国はあなた方の間にあるという言い方は他の福音書には見当たりません。そういう言い方は しないわけですね。そしてルカの中でもここ一箇所にしか ありませんので、かなり特殊な表現であり、また特殊な思想であるというふうに言えます。でこのようにこの福音書、マルコとマタイ、そしてルカには違いがあるということを
受けてですね、まあ、ヨハネはもう一つ全然違うわけですけども、この4つの福音書に違いがあるということを受けまして、近年の新約聖書学というものがこう進んできたわけですけども、ではなぜイエスの語る言葉が福音書によって異なるのか、またなぜこの福音書っていうのはイエスの言動を追っているのに、生まれてこうして、そして十字架にかかって死んだっていうところまで、このイエスの生涯を、そして何を言ったかっていうことを、この福音書っていうのが4つとも追っているのにですね、していることとかイエスの話している言葉がどうして違うんでしょうか。で、私今違うんでしょうかって言いましたけども、この、 聖書をこう、まあ、通読っていう読み方もあります。違いを意識せずに聖書をずっと読んでいくと、この違いっていうものをあまり感じないことなのかもしれませんけれども、しかし私たちはね、時としてですね、この無意識的に福音書の中に書かれているものを混ぜこぜにしてしまってですね、4つの福音書をなんか1つの丼に入れてしまってですね、を混ぜこぜにして4つで1つのように捉えてしまいがちなんですね。これらを一つ一つ、4つのものを一つ一つ別のものとして意識して読むときに、そうしなければって言った方がいいでしょうか。そうしなければその違いっていうものが見えてこないわけです。で、クリスマスの時にも少し触れましたけれども、マタイには3人の博士が、やってきます。そしてルカでは羊飼いたちがやってきますね。これ全く別の話なんですね。まあ、言葉の違いとか、出てくる登場人物 の、 イエスのこととかでも全く違います。場所も違います。で、これを子どもの生誕劇では、まあ、一つにして、羊飼いがやってきた後3人の博士がやってきてっていうふうにこう一つの劇を作るわけですけども、しかしこのマタイのメッセージと3人の博士のメッセージとルカの羊飼いたちに通して与えられるメッセージっていうのは、これは全く異なっています。まあ、それをちょっと触れましたけども、それと同じようにイエスが語る言葉、それからその文脈っていうものを福音書同士を、その同じところを比べていくと、これはかなり異なっているっていうことが分かってくるわけです。で、現在水曜日の、聖書の学びのところではマタイをしていて、またこの1年半かかってまた全然終わりそうにもないんですけども、そこではマタイが参照にしたマルコ、それから同じものを見ただろうと思われるルカ、それからそれらと関連する旧約聖書の箇所っていうものをそれぞれその都度引きながら学んでいっているわけですけども、イエスが同じ言葉を、まあ、時々全く同じ言葉が載っている時もあります。で、全く同じ言葉をがそこに載っていてもですね、記されていても、その文脈によってかなり異なった意味になるんだということを学んでいるわけです。で、そういう関連箇所を旧約聖書からの引用とか、別の福音書の並行箇所とか、そういう関連箇所を学ぶことによって、それぞれの福音書の主張の違いっていうものが明確になっていきます。神の国はあなた方の間にあるという言い方が、このルカ福音書の特徴的な言い方なんだ、言葉なんだというふうに先ほど言いましたけれども、福音書を比較して得られたものとして、このルカに見られる特徴っていうのが、特にここによく現れているわけです。マタイとマルコでは先ほども言いましたけれども、神の国は近づいてくるというふうにして、来るとか近づくという、そういう動詞を、使っていきますけれども、ルカではこのエイミ動詞っていうのを使います。このエイミ動詞っていうのは英語で言えば B 動詞にあたる動詞で、現在、特にこれは現在形を使用することによって、この神の国は今現在あるんだということを指し示しているんですね。そして本日のイエスの宣教の始まりにおきましても、ルカは他の福音書とは全く異なる視点から、このイザヤの予言、この言葉が
イザヤの預言っていうのは聖書が渡されて聖書が開けられてそして読まれたっていうようにこれは聖書の言葉なんですね。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと、イエスは話し始めました。これがルカの主張する福音です。でここに特にですね今日あなた方が耳にした今日っていうふうに書かれていますけどもこれはセーメロンっていう言葉でまさにその日その日がまさにこの時まさにこの日という、そういうことを表す言葉であなた方がこの聖書の言葉を耳にしたまさにその時まさにそのこの日まさにその耳にしたこの日なんだその時に実現したのだというわけですね。この現実性ここにあるエイミ同士の現在形の現在あるんだということとかまさにこの時今日するんだこの現在性っていうのがルカの特徴になっていきます。私たちはこの聖書を読んでてああそうなのかと思うかも分かりませんけどもこのイザヤ書っていうイエスが渡されて読んだイザヤ書っていうのはイエスの時代今から2000年前がイエスの時代ですね。それからさらに500年以上前のこのバビロン捕囚の時代それから帰ってきた時代ぐらいでしょうかね。だいたい500年ちょっと前ぐらいのそういう時代の時の話です。そのような昔に書かれた聖書の言葉があなた方が耳にした時聞いた時に実現したのだというふうにイエスは言ったわけです。でこれはイエスの口を通して言われた言葉ですが、ルカはこの今語っているイエスそのものがイエスの存在そのものが聖書が予言した救いであり皆が待ち望んでいた救いの喜びそれが具体化したものだというふうに言いました。つまり2000年前のキリスト者たちはさらに数百年前に書かれた聖書その中に表されるメシア到来の約束がこの今ここにいるイエスにおいて実現した。イエスこそが聖書が指し示している油注がれた存在であり囚われ人を解放し目の見えない人を見えるようにし人を自由にするそのようなお方なのだというふうに言うわけです。ヨハネによる福音書のところでは5章の39節あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているところが聖書は私について証しをするものだそういうふうにヨハネは表現しています。旧約聖書これの半分の2くらいですかねこちらの旧約聖書の方はイエスについて、その2000年前はこの旧約聖書だけが彼らにとって聖書だったわけですからこの聖書はイエスについて証しをしているんだっていうふうに初期のキリスト教会は受け取りクリスチャンたちはユダヤ教徒に負けず劣らず聖書を読んで研究をしたわけです。ヨハネにそう書いてあったように彼らは聖書を読んで研究しました。そしてそれは2000年間ずっと続いて私たちも今毎週礼拝で聖書から神の導きを受けます。それは聖書以上でも以下でもない聖書だけを読んで研究しそしてその中から神のメッセージを受け取ろうとしているわけです。キリスト教のこの特徴すごい大きな話になりましたけれどもこの天地を作られた神全ての命の源であり
聖なる神様、おごそかでもう人間が触れることができない神、その神がこの人間を作ってくださったわけですけども、被造物である人間、この人間と神っていうのはもう創造主と被造物で全く異なるものです。作られたもの、人間は、被造物は神、創造主である神様を、顔を見たらもう死ぬ、顔を見ることもできない、声を聞くことも許されていない、そのようなこのちっぽけな塵に等しいものが人間なんですね。その神様と人間、この隔たりがある存在同士っていうんでしょうか、全ての存在の源である神様がですね、あなたという一人の人間、もう塵の何でしょうか、本当に吹けば飛ぶような塵にしか過ぎないようなこの人間に対して、この神様がですね、私はあなたを愛していると言って、そのちっぽけな私たちの人生に介入してくださる、これがキリスト教なんですね。で、私たちの持っている聖書にはそのことが記されています。聖書って何なのかっていうことですけども、このイスラエルという民族の歴史がこの旧約聖書には書かれていますけども、イスラエルの民族の歴史は苦難の連続でした。そこにですね、この歴史に直接神が介入して、人を使ったりいろんなことを使ったりしてですね、介入してご自分が愛であるということを示されたのが旧約聖書です。キリスト教はそう言いますとですね、イスラエルっていう民族にって言ったじゃないか、だからキリスト教っていうのは外国の宗教じゃないかっていうふうに言われる方もおられるかもしれませんけれども、で、ここに今言いましたこのイスラエルの歴史っていうのは、イスラエルの歴史だけに神が介入するっていう、そういうことが聖書に書いてあるのではなくてですね、これは私たちに与えられた一つの実例なんですね。イスラエルの歴史っていうものを通して神様がこういう方だっていうことを私たちが知ることができた、イスラエルの歴史は一つの実例にしか過ぎません。聖書の中の人物に語られる神様は、その神様は天地を作られた神様で、今私に対しても私たちが聖書を読むときに語ってくださり、そして私たちのちっぽけなちっぽけな人生に介入してくださるんだ、それをこの聖書は示しているわけです。イエスの死後、だいたい50年ぐらいではないかっていうふうに言われてますけども、ルカが福音書を書きました。そしてこの聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現したと語りました。この聖書の言葉っていうのは、イザヤ書が500年以上前に書かれたものが、500年後のイエスの時代に、そしてこの福音書が書かれた、西暦80年ぐらいに書かれたこのルカによる福音書を、今2017年に私たちはこれを読んでいるわけですけども、この聖書の言葉っていうのは時間、それから空間、そういうものを全て飛び越えて、その言葉を聞く、まさにその時神の言葉となってその人の人生に介入をします。なぜならそれは神の言葉だからです。神の言葉とは、肉となって私たちの間に宿られたお方のことであります。恵みと真理とに満ちているお方であり、それが神の言葉であるというふうに聖書には書かれていますけれども、そこに全ての真理と愛がギュッと詰め込まれて、この聖書の中に書かれているわけですけれども、この中で私たちは神と出会い、神が誰かを知り、そして自分が自分の人生をどう生きていけばよいのか、迷う時、困った時、立ち止まった時に
示しを受けることができるのです。この聖書、これは世界最高のパワースポットであります。神は愛であるというふうに聖書に書かれていますけれども、福音書によって示されるイエスの生き様、十字架の死、そして復活して私たちと共にいてくださるイエス、このところに神の愛が表されています。神の愛っていうものは、なんか神の愛っていうのはあまりにも漠然としてわからないですよね。神は愛なんだって言ってもわからないですけども、それが聖書の中に具体的に示されているわけです。今年も聖書をひも解き、聖書を読み、聖書を調べ、そしてその神の愛っていうのは何かっていうことを実感していきたい、つかみたいっていう、そういう言い方もあるかも分かりませんけども、まあ、これはこう実感していくのではないかな、自分の人生の、折々節々のところで実感していくものではないかなというふうに思うわけですけども、聖書の言葉はしかしこの開かなければですね、こう聖書って大事なんだからって言ってこう枕元に置いて寝てもダメなんですね。この聖書っていうのは開いて読んで、そして心に聞くときに自分の人生に実現をする、私たちの人生を通して具体化されていきます。神の恵み、神の愛、これは私たちの生き方の中で介入されて、そして実現に至ります。しかしですね、聖書もそう言うけども、聖書の言葉っていうのはいつ実現するのだろうって思うことありませんでしょうか。神の平和がこの世に来たるようにって言って、私たちは毎回毎回主の祈りによって祈りますけども、その実現はもう永遠の先にも来ないような気がしてしまいますし、それから今自分が病気で苦しんでいる、そういう人では主の恵みの年っていうのは本当に来るんだろうかっていうふうに感じている方もおられるかもしれません。一人一人いろいろな思いがおありではないかと思います。私は本当に解放されているんだろうか、何かの奴隷になっていないだろうか、本当に自分は自由か、見えている聞こえていると思っていたけれども本当の意味で見えているのだろうか、聞こえていたのだろうかというふうに問われる時があります。しかしそのような時、まあ、人間的な思いではいろんなことを思うわけですけども、ルカはこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したというふうに言います。すでに完了しているのだというふうに言うわけです。聖書の中で完了した神の言葉はまた私たちの現実の場で具体化され実現していきます。今年も私たちの現実の中で神の言葉が具体化していくのを見せていただきたいと願うものです。では祈ります。主なる神様、年の初めにまず神のもとにひざまずき礼拝を捧げられたことを感謝いたします。今年も地球上のすべての人に食べ物が与えられ、すべての人が安全に生きることができますように、人々の間から争いや戦争がなくなり、核兵器や原発がなくなっていきますように、そして神に感謝しつつ喜びを持って他者を受け入れることができますように、愛と平和が地球上の国と全ての人の上にありますように、主イエスの御名によって祈ります。アーメン。